はい。えー、即塾の久保でございます。今回はですね、オプトインアフィリエイトについて、ちょっと私のね、やり方をお,お知らせしようかと思います。私はですね、オプトインアフィリエイトをするために、まず読者を2万人集めるメールマガジンをスタートしました。2万人を集めるためには、毎日誠実に記事を書いて、そしてその記事に対して、私、久保哲郎というものを信頼していただくためにね、毎日毎日コツコツと記事を書いていました。その途中から、その途中からですよ、あ、バッテリー切れそう。